英語をね、はい、喋りたいって思ってるだけじゃ、喋れになんないんだよね。そうですね。ね、はい。さえちゃんみたいに一生懸命勉強しないそう英語を喋る。そうですね、うん、じゃあ喋りたい、じゃあ勉強もする、じゃあ、一番近道は何？一番近道、最短で行きたいわけよ。ね、今まで回り回って結局たどり着けなかった。はい、最短で行きたい。ね、はい、中学高校ね、英会話英語を勉強しました。回り回ってなんか知らない先生の言う通りなんか勉強したけど、なかなかたどり着けなくて、結局たどり着けなかったと。どうなってんの一体私は一体どうしたらいいの。さえちゃん教えて何やってんの。日本で一番いい季節はいつですか。そうそう、これで What is the most なんて書いてあるの。コンファータブルシーズンインジャパン、うん、一番重要なのはこのカンファタブルだね。カンファタブルですね。カンファタブルなんて使ったことないんですけど、カンファタブルもう使ったことないかな。カンファタブルってよくわかんないね。じゃあなんで今まで回り回って結局つけなかったの。その直線で行きたいわけよ。直線で、ね、そこにもあるけどさ、ね、2年でバイリンガルになれるって本があるじゃんね、果たして2年費やしていいのかと、ね、そうですね。今から2年だとさ、もうかなり年食っちゃうわけよもうかなり年食っちゃってるからだからできればもう明日話せるなって明日 その本買ったんですよ。明日話せるってやつ、だからもう2年も待っちゃいられないんです。そうですよね、なるべく早く、でもこれで YouTube にね、の動画に1000時間勉強すれば、ね、話せるよ、ペラペラになるって言ってたお姉さんいたけど、もう1000時間以上勉強してるよねってことは勉強仕方が悪いってことでしょ、そうですね、どうしたらいいんで、やっぱり近道をしたいもんで、ちょっとね、本を図書館で借りてきました。借りてきましたか。もう図書館にね、いい本があっただよ。あ、これ、うん、あ、英語のベストセラー、英語ベストセラー本の研究、ベストセラー本の研究じゃない、ベストセラー本の研究、日本語難しいね、そうですね。ベストセラーって言ったらもうボンだよね、本じゃない。この春山陽一先生がですね、この人も英語の勉強法の本を書く人なんですけど、ね、これ昔からね、あのベストセラーになった英語、英会話、英語、これさえ読めば英語を喋れるになれるっていうのは参考書とか本とかそういうのがいっぱいこうあるんだけど、時代ごとに説明がほとんど僕読んでないですよ。あ、そうですね。あの直線で行きたい人ですから。あ、あります。そうそう、直線で行きたい人だから、もう最後しか読まないんです。あ、すいません、ごめんなさい。大丈夫結論しか読まないです。あ、はい、大ちゃんさっきこの辺読んだじゃん、ね、